俺たちトールズ士官学院7組は先日のザクセン鉄鉱山での功績を認められ皇帝陛下から湯治場への小旅行に招待された。騒動の解決に協力してくれた上級生たちとサラ教官も一緒だ。行き先は俺リーンシュバルツァーの故郷である温泉郷ユミル。自分の道を見つけるまでは戻るつもりはない。そう思ってふるさとを離れた身としては複雑な気持ちだけれど、間近に控えた学院祭に備えてみんなと骨休みをさせてもらうことにした。ドラマ CD 英雄伝説千の奇跡奇境迷いの果てに。エリオット、上を見ながら歩くと階段から落ちるぞ。ごめん、雰囲気のある建物だね。こちらが皆さんが宿泊する宝玉館になります。その昔時の皇帝陛下より恩賜されたという由緒正しい逗留施設です。皇帝陛下からシュバルツァー家と親交があるとは聞いていたがマキアスもユーシスもそうかしこまることはないさ。それにしてもまさかエリゼが迎えてくれるなんてびっくりしたな。兄様、シュバルツァー家の長女として皆さんをご案内するのは当然です。ここまでの道のりで見えた素晴らしいロケーション、趣のある宿泊先、そして案内役は魅力あふれるリーンの妹君。がぜん温泉に入るのが楽しみになってきたねなんだか今からのぼせてしまいそうだよ。アンジェリカさん、横島なことを考えていませんか？アンジェリカに同意するわけじゃないけど、ほんといいところね。景色を魚に酒が進みそうだわ。付き合いますよ教官。もうアンちゃん、学生の飲酒はダメだからね。付き合うだけさ。そうだ、トアもどうだい？どうしようかな。この人たちはどんな場所でも変わらないな。突っ込みたい気持ちはわかるが諦めろアリサ。それだけ腹が据わっているのだろう。ガイウス、うまい。物は言いようだね。ありがとうフィみんな気に入ってくれたみたいで何よりだ。来られなかったメンバーがいたのは本当に残念だな。お部屋はこの2階に用意してあります。今いる教養のロビーを挟んで左側が男性の皆さんのお部屋、右側が女性の皆さんのお部屋になります。上級生の皆さんやサラ様にもそれぞれ別室を用意させました。私としてはトアもアリサ君たちもぎゅうぎゅう詰めの同室でよかったんだがね。私は別室で安心しました何かありましたら従業員をお呼びください。陛下からことづけを賜り誠心誠意もてなすと張り切っておりましたので。ありがとうございます。早速部屋に荷物を置かせてもらいましょうか。あ、委員長ちょっと待ってくれ。学院祭でやるステージの打ち合わせをしたいから、7組のみんなは荷物を置いたらロビーに集まってほしいんだ。わかりました。それじゃあ一時解散。どうしたエリゼ？兄様、その心配しなくても屋敷には後で顔を出すさ。中途半端に帰ってきて父さんたちもエリゼと同じで呆れているかもしれないけどさ。そんなことはありません。私だってとても楽しみに。とにかくお待ちしていますから。それでは皆さん失礼いたします。微笑ましい限りだ。やはり可憐だ。あの子を見ていると私のリビドーが
どうにも抑えられなくなってくるよ。あのですね妹子の華麗さについては同意だな。リビドーとやらについては理解しかねるが。ラウラは理解しなくていいさ。みんな集まったみたいだな。ええ。打ち合わせができるということは、学院祭のステージ内容が詰め終わったということか。演目は聞いたが、肝心の構成を聞いていなかったな。ずいぶんともったいぶったものだ。すまない。でもエリオットとクローのおかげでなんとかまとまったよ。自習明けに伝える予定だったんだけど、小旅行をすることになるなんて思ってなかったからさ。確かに、それなら致し方あるまい。クローは僕とリーンに任せるってことだから、早速発表するよ。演奏する曲は2曲。必要なのは動力楽器を演奏する演奏班、バンドと男女のボーカルとバックダンサーだね。うん、かなり本格的だな。2曲もやるのか。しかもバックダンサーまで。お客さんも1曲じゃ物足りないと思うし、インパクトを考えるとバックダンサーは必要かなって思って。まあエリオットがそう言うなら見込みがあるなら特に拒む理由はない。これがステージの構成と当日の衣装案。え？うん。リードギターがリーン、サイドギターがアリサ、ベースがガイウスか。私はラウラはドラムだな。そしてバイオリンとキーボードがエリオット。あ、バックダンサーが私とミリアム。あと1曲目のボーカルがマキアスとユーシス、2曲目がエマ。ちょっと待った！こいつと僕が2人組のボーカルだと？しかも同じ衣装をまとってなどと。ヒラヒラしてるぞ。王子様みたいでかっこいいでしょ。うん、割と女子受けはいいんじゃないかしら。2人なら結構入るかも。だよね。インパクトもあると思うんだ。マキアス1組に負けたくないんでしょ。それは俺もフォローでボーカルに入るから、お二人ともなんとか頑張ってみないか。折れるしかなさそうだな。2曲目はさすがに冗談ですよね。ううん、これがベストっていうのがクローの意見。メガネを外してギャップを出して脇をフィーたちで固めれば完璧なんだって。ギャップって言われても。なるほど。アリサさん、メガネを返してください。じっとしてて。あのはい、できたわ。メガネを外して髪を下ろしただけだけど、どう？これはこれは見違えたな。ああ、さすがに驚いた。うんうん、前々からもったいないって思ってたのよ。うん、普段からこちらの方がいいのではないか。そんなからかわないでくださいよ。私たちがその院長の脇を固める、結構良さそう。でもこんな肌が露出する衣装でボーカルだなんて。これでも女性の衣装は初期案からだいぶ露出を抑えてもらったんだ。少し大胆だけど曲のイメージに合ってるとは思う。まあ確かに品性を疑うほどではないか。それにしても初期案はどれほど過激だったんだ。ふん、曲のイメージに合ってるっていうなら観念するしかないみたいね。エマ、私もボーカルのフォローに割り当てられているし、一緒に頑張りましょう。わかりました。なんとかやってみます。しかし歌はともかく演奏はなんとかなるのか。ベースとやらは全くやったことがないが。私も楽器自体
ほとんど触れたことがないくらいだ。うん、今回は動力楽器を使うんだけど、ガイウスはシュタールが弾けるから動力ベースもこなせると思うんだ。ラウラのリズム感とパワーは絶対ドラム向きだと思うし、リーンはリュウとアリサもバイオリンの経験があるからなんとかなると思う。そういうものかしら。この点はさすがに心配ではあるんだけど、エリオットの見立てだし、練習さえ頑張ればなんとかなる気はするんだよな。まあダメなら弾けるまで練習してもらうだけだけどね。あ、エリオットさん、なんだかちょっと怖いんですけど。音楽に関しては真剣そのものだからな。うん、概要は了解した。私も乗った。皆と切磋琢磨できるならやりがいもあるというものだ。せっかくリーンやエリオットたちが頑張ってまとめてくれたんだ。なんとか実現させるのが筋か。腹をくくるしかあるまい。そうですね。ひとまず大体の方針はこれで決定にしよう。学院に帰ったらすぐに練習を始めないとならないだろうけど、その分今日と明日の2日間はしっかりと英気を養ってくれ。それじゃあ解散。この後は夕食まで自由行動だ。よう。まったくどういうつもりなんだ。リン、この後はどうするの？そうだな、エリゼと約束もしたし、実家にちょっと顔出してみようかな。ちょっとなんて言わずにゆっくりしてきたら。でも半年ぶりの故郷なのだろう。俺たちに遠慮するな。それじゃあお言葉に甘えて。行ってくるがいい。いずれ男爵閣下に挨拶をさせてもらうつもりだが、家族の団らんを邪魔するつもりはない。明日にでも伺わせてもらおう。わかった、伝えておくよ。それじゃあ行ってきます。この門をくぐるのも半年ぶりか。5歳から17歳までの12年ここで過ごしたんだよな。忘れてしまいたい忌まわしい記憶もあるけど、俺にとってはそれ以上に温かくて大切な場所だ。おかえりなさいリーン。よく戻ったな。ただいま戻りました。父さん、母さん、こんな形で帰ってきてしまって。子供が家に帰るのに理由はいりません。こうして母親が子供を抱きしめることにも。母さん。父様、父様、兄様がいらっしゃったの。エリゼ、ずるいです母様。私は皆さんの手前我慢して。まったく、いつもそう素直なら安心なのだけど。母様。何はともあれ、こうして家族全員揃ったんだ。お茶でも飲みながらゆっくり語り合おうじゃないか。そうですね。リーンの学院の話をぜひ聞きたいわ。ですからあなた、狩りの話はほどほどにしてくださいね。気をつけるよ。今日も狩りに出かけていたんですか？ああ、子供たちの久々の帰郷だ。しかも息子は学友たちと共に陛下よりお褒めの言葉を賜っている。せめてユミルのものを仕留めてもてなさなければな。きっとみんな喜びます。さあ入って、すぐにお茶の用意をしますから、リビングでくつろいでいてくださいな。はい。そういえば、リン、2月ほど前に老師と会ったぞ。ユン老師に？本当ですか？ああ、相変わらずご双肩でいらっしゃった。気を抜いていたら、飲み比べで負けてしまったよ。もう、何をしていらっしゃるんですか？俺については、何かおっしゃっていましたか？ああ。手紙？
老師から預かった。読んでみるとよかろう。はい。これは…どうしました？相変わらず自由に過ごされているみたいだ。大陸各地をのんびり放浪しているらしい。そんな近況報告と、お礼のある言葉が書かれている。死としてのお言葉ですか？あ、これさ。お前に授けた七の型は無、そしてあることとないことはそもそも同じ。その意味を今一度考えてみろ、ですか？どうやら老師は気づいていたみたいですね。その言葉は老師に弟子入りして最初に教えてもらった言葉だ。俺が未だにその意味をつかめないでいることを、そしていろいろな意味で迷っていることを老師は見抜いていたということさ。老師からの宿題というわけだ。仲間と湯にでも浸かりながらせいぜい考えてみるがいい。はい。あなた、すみません、ジャムの蓋が固くなってしまって。開けてくださらない？ああ、今行く。そろそろお茶の支度も整うみたいですから、難しい話はこのくらいにしましょう。ああ、そうだな。そうだ兄様、今夜は屋敷でお休みになるんでしょ？ああ、すまないエリゼ。お茶を飲んだら宝玉館に戻るよ。そんな、今日くらいいいじゃないですか。今回の帰郷はあくまで陛下のご好意によるものだからな。食事も宿泊もなるべく士官学院のみんなと過ごすのが筋だと思うんだ。理屈はわかりますけど、仕方ありません。あ、明日もちゃんと来てくださいね。なあ、わかってる。絶対ですからね。わかってるって。あらあら、兄様を避けるように女学院に行ってしまった子はどこに行ったのかしら。3年前リーンが養子だと知った頃合いだったか。それまでべったりだったのに、いきなりよそよそしくなって、よほど混乱したんでしょう。リーンがあの子をお嫁にもらってくれれば万事収まるんですけど。うん、よくできた息子だとは思うが、そう簡単に娘はやれんぞ。大人げないですよあなた。でも学院のお嬢さんたちも素敵だという噂ですし、未来がどうなるかは誰にも分かりませんわね。未来か。この帝国で過ごしている子供たちが無事に望む未来をつかめるといいのだが。リーン、よかったの？ご実家で夕食を取らなくて。ああ、エルゼも久しぶりに親に甘えたいだろうし、たまには水入らずで父さんや母さんたちとゆっくりさせてやらないと。あなたってつくづく分かってないわよね。妹さんも苦労するっていうか。え？なんでもない。はあ、おいしいね。どれも自然が豊かな場所ならではの料理って感じ。こちらの野鴨など実に風味豊かだ。確か男爵閣下が仕留めたのだったな。まあ、父さんの一番の趣味でさ。俺も何度も連れて行かれたっけ。シュバルツァー男爵の狩猟好きは風の噂で聞いたことがあるが。うん、貴族のたしなみというやつか。俺も故郷を思い出すな。料理に使われている野菜やハーブもみずみずしくて彩り豊かですね。こちらはリーンさんのお母様が育てられたとか。ああ、母さんの方は菜園をやっててさ。そっちはよくエリゼが手伝ってたっけ。いつも君たちは実習でご当地料理巡りができて羨ましかったのよね。今回は私も楽しめて嬉しいわ。グルメ旅行をしていたわけじゃないですが。そういうサラもなんだかんだで行く先々にいたよね。どうせ裏でちゃっかり楽しんでたんだろうけど。
ギク。サラ教官。君たちも今のうちに骨を休めておきたまえ。戻ったらすぐに学院祭の準備があるんだろ。はい。出し物の内容が決まったので、あとは練習次第ですね。とにかく猛練習してもらうから、みんな覚悟しておいてよね。だから、お前のその威圧感は何なんだ。はあ、本当に容赦してくれなさそうだな。せめて学院祭は楽しいものにしていきたいね。せっかく帝国各地も落ち着いてきたところだし。そうだな。帝国解放戦線、ルーレでの事件以来完全に姿を消したようですが、彼らは本当にいなくなったんでしょうか。彼らが乗っていた飛行艇が撃墜され、テロリストは主要メンバーをまとめて失ったことになる。他の幹部がいた気配もないし、事実上完全に消滅したと言っていいのかもしれないわ。うん、残党がいたとしても幹部がいなければ正直烏合の衆だし。ただ飛行艇を撃墜した犯人は見つかっていないから、謎は残されたままね。あとの問題は各地の貴族派と革新派の対立か。陛下が釘を刺したこともあって収まってきてはいるようだな。それもあくまで表面的なものだろう。未だに帝国各地で火種はくすぶり続けている。帝国の抱えている問題は根本的に解決されたわけじゃないか。だからこそ今は学院祭を盛り上げればいいんじゃないかな。確かに、トールズ学院祭は貴族から平民まで様々な関係者が訪れ、同じ空間で同じ楽しみを共有できる得難いイベントだ。うん、それに7組のみんなは貴族の人も平民の人もいるんだし、そんなクラスが頑張ったら見ている人たちの認識も少し変わると思うんだ。我らの頑張り次第で人々の認識を変えるか。やりがいがありそうだ。僕たちの手で最高のステージを作り上げなくちゃね。ああ、頑張ろう。夕食の後、俺たちは男女に分かれて大浴場に行き、ここ数日で溜まった疲れを存分に癒すことができた。風呂上がりにはビリヤードや枕投げなどに興じつつ、普段しないようなよもやま話もあちこちで花を咲かせ、ユミルの夜はゆっくりと更けていく。みんなが寝静まった頃、俺は一人露天風呂へと向かっていた。あることが気がかりで目が覚めてしまったのだ。ユン老師からの手紙。俺が道を見出せない理由、俺自身の心の在り方に関係しているのかもしれない。あれ、あそこにいるのはアンゼリカ先輩。いや、君か。こんな時間まで夜更かしかい。アンゼリカ先輩こそ、ロビーで何を？何？一風呂浴びたら夜景を眺めたくなってね。せっかくだから、君も一緒にどうだい？飲み物くらいはおごらせてもらうよ。先輩なんだか、いつもと雰囲気が違うような。おや、どうしたんだい？いえ、それじゃあお言葉に甘えて。そう来なくっちゃ。君と差しで話すのも久しぶりな気がするね。学院生活は楽しめているかい？半年も過ぎたのに、まだまだ忙しいままで。でも学院祭も近づいて、すごく充実しているのを肌で感じています。それは何よりだ。いろいろあったが、実習結果も学業も頑張っているみたいだし、順風満帆って感じじゃないか。まだまだですよ。気がかりなことも同じくらいありますしね。君の
力のことかな。え、わかるんですか？大まかな事情は聞いているからね。故郷に戻って改めて自分を見つめ直してみたら、さらにドツボにはまってしまった。そんな顔をしているよ。先輩の言う通りです。自分が何なのか、進むべき道はどこにあるのか、ここに来てまたわからなくなってしまいました。焦ることはないさ。君はまだ1年生だ。時間はたっぷり残されているし、仲間たちもいる。親しい仲間とならどんなことでも乗り越えられる。君は7組で過ごしてきて、そんな気持ちになったことはないかい？それはあります。なら大丈夫だ。その気持ちをぜひとも大切にするといい。答えなんて仲間と学院生活を過ごすうちにいつの間にか見つかるものだよ。今しか手にできないかけがえのないもの、それが青春ってものだからね。おや、さすがに臭かったかな。あ、いえ、もしかしてですが、先輩こそ何か抱えているんじゃありませんか？いつ言おうかと思っていたが、君からチャンスをもらうとはな。リン君、折り入って頼みたいことがある。はい。私の動力バイク、君がもらってくれないか？な、意味は君ならわかるだろう。もしかして士官学院を辞めてしまうんですか？この旅行から帰り次第な。我が親父殿は昔からどうも頭が固くてね。先日の鉄鉱山での一件で私が出しゃばったのが大層気に食わなかったらしい。四大名門の一角、ゲルハルト・ログナー伯爵。勝手に退学届を出されてしまってね。どうやらしばらく自宅謹慎に処されることになりそうだ。そんな、なんとかならないんですか？学院長たちの力を借りれば。四大名門の意向に逆らえば士官学院の運営にも影響が出る。学院長の配慮で休学扱いにはなったけれど、実質退学も同然だろう。まあ予想できていた結末さ。そんな状況だから動力バイクなど持って帰ったら取り上げられてしまいそうでね。あれはトアたちと一緒に作ったものだから、せめて誰かに託したいと思っている。先輩、私たちの試験運用をもとに立ち上げられた7組、そのリーダーである君になら安心して任せられる。受け取ってくれないか？すみません、少し考えさせてもらってもいいですか？もちろんさ。あと学院祭くらいはなんとか見に行くつもりだ。そちらも仲間とせいぜい頑張りたまえ。はい。話に付き合ってくれて感謝するよ。いえ、こちらこそ。相談に乗っていただいたおかげで気が楽になりました。それは何よりだ。それじゃ、良い夢を。おやすみなさい。はあ、ユン老師にアンゼリカ先輩、宿題ちょっと多すぎだろう。風呂に入って頭を切り替えよう。この時間は混浴だけど、さすがに誰も入ってないだろうから、考え事にはもってこいだし。ん？誰か来たみたいだぞ。もしかしてエマたちも眠れないのかしら。え？え？ああ！アリサ、ラウラ！ああ！
女風呂に入ってくるなんて何のつもりよ。待ってくれ、違う。リーン、そこに治るがいい。ラウラ、そんな長い木の棒どっから持ってきたんだ。安心しろ、苦しむ暇は与えぬ。いいえラウラ、苦しんでもらった方がいいわ。アリさん、オーケー置いてくれ。というか二人ともまず俺の話を聞いてくれ。問答無用。こんな成敗。エッチ変態。誤解だ。完全に確認を怠っていた。加えてあんな渾身の一撃を脳天に打ち下ろしてしまうとは。死ぬかと思った。ああ、いや俺もよく確認せず悪かったよ。いや、こちらの落ち度だ。詫びと言っては変だが、このまま入っていくがよい。え？ちょっとラウラ、何を言い出すのよ。誤解した上に湯冷めさせてしまうなど申し訳ないと思ったのだが。それは確かにそうだけど。この場合どうすれば。あら、花びら。うん、空から降ってくるの。これって雪か。まさか、まだ10月初め、いくらなんでも早すぎる。一体どうなってるんだ。窓の向こうが一面の雪景色だな。いくらなんでも早すぎるだろう。ああ、ノルドでもなかなか見ない現象だ。どんどん積もってきてる。これは雪かきが必要だね。この勢いだと午後には相当積もるはずです。帰りに俺たちが乗るケーブルカーの運行になって支障が出る可能性が。いや、もう遅い。おはようございます、兄様。皆さん、父さん、エリゼも。一通り里を見て回ったが、山の斜面にも雪だまりができてしまっている。ケーブルカーはしばらく運行できないだろう。そうなんですか。昼には帰る予定でしたけど。しばらく身動きが取れなくなりそうね、兄様。ああ、どうかしたのか、深刻な顔をして。実は8年くらい前にも似たようなことがあったんだ。え？そうだったな、ちょうど同じ状況だ。あの時は確か3日ほど雪が降り続いたはずだ。その後唐突に止んでしまったが。何か事情がありそうだね。ケーブルカーが復旧次第すぐ連絡が行くように手配しよう。ああそうだ、リン、従業員からこれを預かってきた。宝玉館トールズ士官学院7組宛てに来た郵便物だ。これって実習の封筒。どういうことだ。差出人は書いてないようだが。面白いじゃない。リン、開けてみなさい。わかりました。7組諸君に特別実習の課題を手配する。ユミル渓谷に赴き、季節外れの積雪を阻止せよ。しかも最後にリーン・シュバルツァー同行のことって書いてあるよ。積雪を阻止せよってどういうこと。とても信じられないが、どうやらこの異常な雪は何者かの仕業らしいな。バカな。だが確かにそうも読める。それにこの文面、どこかで見たパターンのような気が。ああ。さて、どうするの？行きます。この雪を降らせている何者かが俺たちを呼び出している。しかも
俺に関してはわざわざ名指しまでして。確証はありませんが、確かめないわけにはいきません。そうですね。頼もしい限りじゃないか。うん、去年の主権運用を思い出すね。あの時も大変だったけど、七組は私たちの時よりずっといいチームに育ってくれたのかもしれないね。みんな早速向かおう。ならば準備するか。危険です。エリゼ、だってどんな得体の知れない相手が待っているかわからないのに、そんな場所に兄様たちを行かせるわけにはいきません。エリゼ、彼らは士官学院の生徒、危機に立ち向かう術を学ぶ者たちだ。お前の兄も同じ、見守ってあげなさい。でもエリゼ、大丈夫だ。兄様、あの時と似た状況だけど、今回はみんながいるんだ。俺はきっとあの日を乗り越えてみせる。だからいい子で待っててくれな。わかりました。絶対に無事に戻ってきてください。もし戻ってこなかったら、私が兄様を助けに行きますから。ああ、わかってる。リーンのことは私たちに任せてちょうだい。ああ、きっと一緒に無事に戻ると約束しよう。はい、よろしくお願いします。それじゃあ行ってくるよ、エリゼ。行ってらっしゃいませ、兄様。ここでようやく中腹を越えたくらいだ。この渓谷のどこかに手紙の差出人がいるはずなんだが。この渓谷、精霊の気配を感じる。まさか何かの封印。雪山はさすがに骨が折れるな、エマ。そうですね、魔獣たちも妙に先立っていますから突破が困難ですし。まあ冬でもここまでの積雪は珍しいから、興奮してしまったんだろうな。そういえば前にも同じようなことがあったって話だったわね。何か事情がありそうだけど。ああ、その言いづらいのなら無理に聞かないわ。いや、みんなにはいつか話そうと思っていた。聞いてくれ。8年前のことだ。エリゼと二人で渓流遊びに来ていた日、今日と同じように突然大雪が降り始めたんだ。慌てて里へと戻ろうとする途中、俺たちは熊のような魔獣に出くわした。その時俺はまだ9歳で、エリゼは7歳だったから、当然魔獣と戦う術なんてなくて、俺は必死になってエリゼを魔獣からかばうことしかできなかった。薄れていく意識の中、近づいてくる魔獣の足音だけが俺の耳に聞こえてきた。このままじゃエリゼが危ない、そう思った時だった。左胸のあざが炎のようにうずいて、俺の視界は真っ赤に染まった。
気がついた時、俺は血の海に立っていた。俺の手に握られていたのは、枝払い用に持ってきていた小さなナタだった。そんなものを使って、たった9歳だった俺が巨大な魔獣を切り刻んだんだ。それから俺は自分の中に眠る力を恐れるようになった。いつかまた暴走して、今度はエリゼや周りの人々を傷つけてしまうかもしれないと。これが俺が未だに克服できていないトラウマさ。みんなも知っての通り、ユン老師に指示を受けた今でも俺は自分の力を制御できていない。もしかしたら次はみんなを傷つけてしまうかもしれない。そうなったら俺はリーン。さすがに引いただろ。そんなことはありません。え？見くびるな。その程度の話を聞かされて今さら引くわけがあるまい。むしろこうして打ち明けてくれたのが素直に嬉しいかな。同じく。まあそういうこと。たとえ何が起きても俺たちがそばにいるんだ。心配はないだろ。いつでもそなたの力になろう。一人じゃ無理でもみんなと一緒なら大丈夫なんじゃない。みんなありがとう。この先は渓谷の上流だ。この異変を止めるために改めて力を貸してくれ。この辺りは吹雪いているな。ここが上流、渓谷の泉にあたる場所だ。いつもならここから水が湧き出ているはずだけど、今は完全に凍りついてるな。あの石碑、なんだか青白く光ってる。それに不思議な文様が浮き出ているみたい。ローウェングリン城で見たかのオーブを思い出させるが。ああ確かに。ああなんだ、思い出した。8年前俺はあの石碑に触っている。手に反応してあんな文様が浮かび上がってきて、みるみる湧き水が凍り始めたと思ったら今みたいな大雪が降り始めたんだ。それは何かしら関係がありそうですね。なぜ今までそれを言わなかった。いやすまない、俺も完全に忘れていたんだ。もしかすると無意識のうちに記憶の隅に追いやっていたのかもしれない。俺が石碑を触ったばかりにエリゼを危険にさらしてしまったんだから。そんなリーンのせいじゃないよ。ありがとうエリオット。とにかくあの石碑が大雪の元凶である可能性は高そうだ。なんとかする方法があればいいんだが。試しにあの石碑に爆薬でも仕掛けてみるとか、粉々にしてみれば異変が収まるかも。それは最終手段だな。まずは一度あたりを調べてみよう。なんだ。まぶしい。何かとてつもない力を感じます。巨大な氷の魔獣、もしかしてあの石碑に封印されていたのか。みんな気をつけろ。戦闘準備。この人数を一瞬で氷漬けにするなんて。くそ、身動きが来るぞ。このままでは。みんな、こんなところでやられるわけにはいかない。だけどどうすればいい。お前に授けた七の型は、そしてあることとないことはそもそも同じ。その意味を
今一度考えてみろですか。一人じゃ無理でもみんなと一緒なら大丈夫なんじゃない。あ、そうか。あの力と同じ。目を背けていてもあれは俺の一部なんだ。無念無双、まずあるがままの自分を認めることからか。闘技がリーンの身に宿っている。これがリーンの真の力。みんな行くぞ。全力を持って目標を撃破する。わかりました。また氷漬けにされる。させるか。さっきのお返し起爆。今だ、リーン。アリサ、リーンの援護。分かってるわ。エリゼと約束したんだ。必ず無事に戻ってくると。あの日を乗り越えると。たそれに、吹雪も止んでいくぞ。やったの？ああ、もう気配は感じない。石に封じられていた何かが帰っていったみたいだ。はあ、手強い相手だったな。さっきのあなた、まるで別人みたいだったわ。なんだか殻を一つ破ったみたいね。みんなのおかげさ。みんなは俺の力を受け入れてくれた。だからこそ俺は自分自身を受け入れることができたんだ。ありがとう、みんな。そうか。とにかく良かったですね。異変も収まりましたし、これで一件落着でしょうか。ほっとした。いや、まだだ。なんだと。いい加減、高みの見物は終わりにしたらどうだ。姿を現してもらうぞ、怪盗 B。 いいものを見せてもらったよ。そしてよくぞ我が正体を見たり。その軽眼には素直に敬意を表そう。あの人は、うん、怪盗 B だったか。崖の上から全部見てたんだね。デートで遭遇してから3ヶ月ぶりくらいか。今回のユミルの異変はあなたの仕業だな。いかにも。どうしてこんなこと。質問が違うのではないかね。君はこう尋ねるべきだ。どうして自分に興味を示すのかと。な改めて名乗らせていただこう。はっ。見喰らう蛇が執行者ナンバー10、怪盗紳士ブルブラ、見知りおきねが丘、士官学院7組の諸君。見喰らう蛇だと。それってあの人形兵器を作った秘密結社、あの怪盗 B が。テロリストと手を組んでいたのもあんたたちか。誤解があるようだから先に断っておくとしよう。我らは歴史の陰にうごめくも、彼らの主義主張に興味はない。ただそれが導く流れに意味を見出したから手助けしただけのこと。私がここに現れたのはあくまで君たち自身に興味があったからだ。何？トールズ士官学院7組、我が美のライバルオリバルト王子が提案し運命的に集められた若者たち。
それぞれ魅力的な過去や背景をまとう君たちに私は興味をそそられてやまない。隠された美に焦がれる怪盗としての興味、とりわけリンシュバルツァー、君の真実のように。それは12年前、ユミルの男爵が吹雪の中で拾ったという子供、果たして平民なのか貴族なのか帝国人なのか外国人なのか一切わからない。そして謎めき得体の知れぬ力に怯え剣戦の指南を受けた少年、なんと魅力的で謎めいた真実、私はそれが知りたいのだよ。真実？ふざけないで、リーンの気持ちも知らないで勝手なことばかり言って。悪趣味です。いいんだみんな。うん？怪盗ブルブラ、はっきりと言わせてもらう。あんたには無理だ。何？真実を知ることと真実を得ることは同じじゃない。単なる知識以上のことを俺たちが特別実習で得たように、真実というものは経験や体験を通してしか得られないものだと思う。ほう。それは俺自身が目をそらさずに自分と向き合い乗り越えるべきものだ。その過程でしか真実は生まれず、それ以外のものに意味はない。たとえコソ泥ごときが何かを見つけたとしても、それは単なる真実で俺にとっての真実じゃない。だから悪いが時間の無駄だ。リーン言うようになったな。なるほど、道理だ。真実とはそれに関わる人間の中にあるもの。私が手にするものと君自身が見出す真実は同じではない。気に入ったぞリンシュバルツァ。あ、白い花吹雪妙な真似を。だが時は否応なく無慈悲に訪れるもの。その時を前にして君たちがどのような真実を見出すか。バサ、7組の行く末とともにせいぜい楽しみにさせてもらおう。消えた。まるで魔法みたい。あれが怪盗 B。 月謝見喰らう蛇。どうやら思った以上に底知れない連中みたいだな。そのようだな。とにかく雪も完全に止んだみたいだ。戻ろう。ええ、そうね。妹さんを安心させてあげなくちゃ。ああ。どうですか、もう出発するのですね。はい、予定よりも少し遅れてしまいましたが。父さん、母さん、元気で。本当にお世話になりました。気をつけてな。兄様や皆さんにはもっとごゆっくりしていただきたかったのですが。見喰らう蛇がまさかユミルに姿を現すなんてね。今回の狙いはあくまで7組やリーンだけみたいな口ぶりだったけど。テロリストに手助けしているくらいだ。さすがに組織としての目的は他にありそうだが。どちらにしろ彼はこれだけの事件を起こしてみせた。油断できない連中なのは間違いないだろう。次に出会う時のためにも俺たちはもっと成長しないとな。うん、頑張らないと。リン、どうやら老師の宿題は解けたようだな。はい、正しいかどうかは分かりませんが、今まで俺は自分の中の得体の知れない何かを恐れ、どこかで自分をごまかしていました。
父さんと母さん、そしてエリゼに後ろめたく思うあまりに。リーン。でもやっぱり俺は俺自身の真実を無視できません。この身に眠る得体の知れない力が何なのか。そして12年前、俺を吹雪の中に残していった人は誰なのか知りたい。それが偽らざる本心です。兄様。エリゼ、心配しないでくれ。俺はどこにも行かないからさ。俺が俺を知りたいのは、真の意味でリーン・シュバルツァーでありたいからだ。胸を張って大切な家族の一人として、そして仲間の一員としてあるために、俺は何としてでも真実を見つけたいと思うんだ。どんなに厳しい真実だとしてもか。はい、受け止めるだけの器を養ってみせます。トールズ士官学院でみんなと共に成長することで。そうか、いい仲間を持ったようだな。合格だ。これを受け取るがいい。この巻物は八王一刀流中殿目録。お前が剣の高みへの可能性を示した時に渡してほしいと、先日ユン老師から託されていたものだ。老師が彼もお前の成長を期待してくれていたのだろう。慎んで受け取るがいい。確かに賜りました。よかったね、リーン。受け取ったからには今後は一層励むことだな。ああ、もちろんだ。私からも祝福させてもらおうか。アンゼリカ先輩、この調子だと例の返事も期待していいのかな。アンちゃん、動力バイクの件だね。ああ、リン、心は決まったか。はい、ありがたく受け取らせてもらいます。そうか。でも預かるだけですよ。いつか先輩が戻ってくると信じていますから。お、これは一本取られたな。わかった、その時まで君に預かってもらうとしよう。はい。あんちゃん嬉しそう。今回の旅行も貴重な経験になったみたいね。おっと、そろそろ時間よ。お、リーン、次の休暇にまた帰ってくるがいい。このユミルこそがあなたのふるさとなのですから。はい。どうかお元気で。兄様、学院祭楽しみにしていますから。ああ、待ってるよ。それじゃあ、また。